あれ、吹雪は？そんなに長いトンネルじゃないのに、どういうことかしら。ラッキー、すっかり止んでるじゃん。というよりトンネルのこちら側は全然降ってなかったって様子よね。それにこの花、なんかすごくない？森一面真っ赤だ。なんだっけ、図鑑で見たことある気が。これって彼岸花よね、確か。そうだそうだ、それだ。でも彼岸花って確か春じゃなくて。そう、秋に咲く花。一体どういうこと？急ごう。すぐにここも雪が降ってくるはずだ。とにかく神社へ行こう。うん、そうだね。案内をよろしく頼むよ。この辺りに咲たちはいないようだな。神社はこの奥か。こんな森の中に神社なんてさ、参拝客とかって来るのかな。まさか。むしろ絶対に近づくなって強く言われてるぜ。おかしいわね、サキさんたちの姿どこにもないわ。さっき人影は見えたんだけどな、どこ行ったんだろう。ちょっとこの辺りみんなで探してみようか。見た目は普通の神社っぽいけど。なんかすごい雰囲気のある神社だな。変な模様があちこちにあるぜ。やっぱあれだぜ、きっとおっかねえ邪神像でも中に祀ってあるんだぜ。邪神かどうかはわからないけど、
何か祀ってあるのは普通じゃないわね。なんだろう、動物？鳥？それか爬虫類？ちょっと判別がつかないけど、いろんな動物の模様があちこちに見えるわ。おお、なんだこれ、狛犬？いや、犬か。確かに見たことねえもんばっかだ。すげえ。ほら、ミノルくん、今は写真なんか撮っている場合じゃないだろ。でもさ、撮影はやめておこうよ。みんな真剣にサキたちを探してるんだ。そうよ、早くサキさんたちを見つけてあげなきゃ。こんな場所できっと不安だろうし。わかったよ。ほら、さっさと行くぞ。早く見つけてやんねえと。ああ、ごめん。それじゃあ行こう。すごいな。本当に獣を祀った神社なんてあるんだ。変わった御神体なんてそりゃ日本中にあるけどさ。タコを祀ったのとか、曲がった巨木とか。あと割とポピュラーなんで、エッチな形のを祀ったやつとかさ。そういう話はやめないか。女の子もいるんだぞ。もう、ミノルくんってば。それにしても、ここって今回の課外学習の伝承にまつわる場所なのかしら。伝承？さあ、どうだろうな。さっき話した通り、ここには足を踏み入れるなって言われてるし、あまり詳しいことは知らない。ただ地元ではここじゃ神隠しが起きるなんて話もあるぜ。そうなの？怖い話ね。なんだ今の音、聞いたことのない音だったぞ。風で木か何かがきしんだ音だろ。そんなことより早く探すぞ。みんなあまり離れないように。
結構大きいな。すごい。これは遺跡？随分と古いもののようだ。なあ、これが何か知ってる？いや、こんなものがあるなんて聞いたこともない。神社のすぐ裏だし、いくら禁足地とはいえ、誰かから話の一つでも聞いていてもおかしくない。おかしくないはずだが、ミユのやつ、もしかしてこの中に入ったのか？いくらなんでも、こんなところに女の子が入ったりは。いや、あいつのことだ。きっとこの中に入ったんだろう。それに先だって入っちゃいそうじゃない？面白そうとか言って。確かに。ミュウ。あ、だから勝手なことは。待て、カイト。一人で行くな。もたもたしてられっか。ミユに何かあったらどうすんだ。しょうがない、僕らも行こう。おーい、サキー、リョウ、いたら返事をして。いたいた。あ、どうしたの？急いで行くから心配したわ。ああ、すまない。あれは、壁一面に絵が。これは、すごいな。ああ、すげえな。なんつうか、圧倒されちまうな。ええ、なんというか、とても神聖な感じがするわ。そんなにあっけに取られてるんじゃねえよ。俺らの目的は違うだろう。ああ、そうだったそうだった。ごめんな、つい。あ、どうも、はじめまして。誰？そう。君たち、ここは入ったらダメな場所だぞ。何をしているんだ？あ、その、僕たちは。そういうあんたこそ、こんなとこで何してんだ？ん？ああ、心配しないでくれ。怪しいものじゃない。私はこの地域に伝わる獣神信仰を研究しているものだ。この祠は獣神信仰にゆかりのある場所でね、許可を得て調査をしていたところだったんだよ。研究…調査？もしかして学者さんですか？
ああ、専攻は日本古代史で、この近くの大学で日本史学研究の教鞭を取らせてもらっている。じゃあ教授さんなんですか？私なぞ学会では異端視されていてね。いや、君たちにこぼすような話でもないか。それで君たちはこんなところに何をしに来たんだい？ああ、それなんですが。俺は他んとこ探してくるわ。あ、こら！修二さん、修二さん、とりあえず好きにやらせときましょう。
んだなんだ。あ、この子ミュウちゃんじゃない。どうしたんだ、何があったの。なんか変なのにいきなり出くわして逃げて。あ、サキちゃん置いてきちゃった。今の声、サキ。ソウト、さっきの神社の方だ。おい、行ってみようぜ。なんだこの霧。確かにさっきまではこんなじゃなかったのに。これ迂闊に飛び出したら俺たちまで本当に迷子になっちまうぞ。それよりサキさんは、さっきの悲鳴って一体。こっち来ないで。何。何かに襲われてるの。痴漢とか。こんな山の中にいるわけないでしょ。イノシシか何か。なんかうごめいてるぞ。って、おい、なんか今光らなかった。さあ、声のする方に行ってみましょう。見間違いじゃないのか。この霧でよく見えないよ。それにしても、なんだこの霧。私も気になるけど、今はサキさんの悲鳴が先よ。ああ。おい、サキ、リョウ、大丈夫か。待って、何かいる。なんだあれ、石像。違う、動いてるぞこいつ。なんだって、そんなバカな。出していたのか。こっち来んな。あれは何なの。おい、どうした。さっき悲鳴が聞こえたが。ミュウ、そこにいたのか。え、お兄ちゃんがなんで。待ってて、サキさん、今助けるから。ん、葵ちゃんなの。待って、こっち来ちゃダメ。早く助けろよ。変なのがこっちに。どうします。来ちゃダメって言われても放っておけるわけないでしょ。早くしろよ。あれは獣神。まさかそんなこと。今のうちに逃げるんだ。そっちに行くから隠れてろ、ミュウ。よし、逃げるぞ。合点承知の助よ、どんずらだ。いつの時代だよそれ。君、よくふざけてる余裕あるな。みんな静かに離れるんだ。何スマホを取り出しているの。ほら、カメラだったら夜でも明るく撮れるじゃん。
だからこの霧でも見渡せたりするかなーなんて。それにこんなこともうないかもしれないじゃん。だからカメラで撮っておこうと。ミノル、避けろ。え？うわあ！ミノル！いって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 、なんて力なんだよ。タクマが声をかけてくれなかったらまともにぶつかってた。サンキューな。ミノルくん動ける？早く逃げましょう。力だ。あんなのに突進されてよく怪我しないで済んだな。そうだ、みんな大丈夫か？大丈夫か？タクマ、ごめんなさい、私のせいで。おい、みんな！いつの間にか囲まれている。まずい、だんだん近づいてきているぞ。濃くなってきた。みんな大丈夫か？みんな気をつけるんだ、むやみに動いたら危ない。うわあ！シュウジさん、どうしました？